スピーチとしては最後になります。埼玉の佐藤さんからです。埼玉の川口さん、すいません失礼しました。ママの会アット川口の佐藤です。皆さん毎日お疲れ様です。最近私は道端で死にかけたことがあります。安倍総理の顔の横に公明議員候補がいて、下に公明党って書いてあるポスターを見てしまいました。ずっこけて道路に頭をぶつけそうになりました。いつから安倍さん公明党になったんですか？とにかく今は残念ながら政治がまともじゃありません。私は4人の男の子の母親です。毎日米8合炊きます。東日本大震災を宮城で経験し、多くの福島から避難した母子を見てきました。この時も2日前に震度5の余震がありました。すごい地震だったねと幼稚園ママから不安げなメールが来ても、そんな大げさなくらいにしか思いませんでした。いつも行くスーパーもレンタルビデオ屋も幼稚園の先生のお家も津波に襲われました。今も熊本ではまともに眠れない中で、仙台原発をなぜ政府が止めないのか不安に思うお母さん、きっとどう子供と逃げたらいいのか本気で孤独にシミュレーションしていると思います。また政府は国民をないがしろにしている。地震と戦争は違います。戦争と原発は人々が止めます。高市さんの発言、安倍総理が会見を明言していること、もうこれは学校の連絡網で5回でも10回でも回してほしいくらいの緊急で異常な事態の宣言です。このまま大本営気取りの発言を繰り返せば、国民は上から言われることに慣れてしまって、すがるような気持ちで極端な選択を迫られます。それでも私たちは生きていきます。震災後本気で子どもを守ることを考えるようになりました。命を産んだ私たちは、子がつらい状況は自分がつらいより受け止めないです。子宮が泣いています。戦争の足音が聞こえるから、サクッと私たち世代がまとまって選挙に行きます。これからは日本の自衛隊が他の国の戦争にわざわざ参加しない方がいいな。子供4人分の大学の学費半額になったら自分の老後に回せるな。息子に一生懸命サッカーを教えてくれる幼稚園の先生、お給料10万上がったらいいな。最低賃金も上がるといいな。無党派とか言っちゃってるいい年したおばさんも、休日出勤のお母さんも、みんな投票に行ってもらいたいです。よろしくお願いします。埼玉のママからのスピーチでした。もう本当そうですよね。こう何が本当かって気づいたら、やっぱり行動したくなると思うんですよね。で今日は署名も用意してますし、ぜひこの街頭宣伝の様子をスマホで撮って、さらっと自分のブログとかフェイスブックに載せて、こんなんやってたよってぜひ周りの方に伝えてください。そしてですね